こにゃにゃちは。どこにでもいる高校生の霊夢だよ。今日はプリズンスクールのスピンオフ漫画を読んでいたんだけど、何か数学の問題が出てきたよ。副会長も苦戦してるみたいだけど霊夢もできないや。こんな時はあの人に教えてもらおう。立花ちゃん立花ちゃん立花ちゃん。やっほー。霊夢ちゃんと同じクラスの立花だよ。立花ちゃん、漫画の中に出てきたこの問題がわからないよ。これは千葉の定理を使う基本的な問題だね。葉巻が素敵な革命家かな。それはチェ・ゲバラさんだよ。千葉さんは近世イタリアの数学者だよ。千葉の定理は一般的には高1の数学 A で、メネラウスの定理と一緒に習うよね。そう言われれば聞いたことあるかも。あれ、プリズンスクールの副会長は高校2年生か3年生だよね。1年の時に単位を落として上の学年になっても補修させられてるのかな？それじゃあ、今日はこの問題を解説するよ。みんなもゆっくりしていってね。まず、千葉の定理はこれだよ。ん？何を言ってるのかわからないよ。変の比に関わる定理なんだけど、言葉だけだと確かにわかりにくいかも。図で見るとわかりやすいと思うよ。本当は手毛は三角形 ABC の外部にあってもいいんだけど、基礎問題でよく見かけるのは手毛が内部にあるこういう形のパターンだね。漫画で出ていた問題と同じ形だね。頂点、分点、分点、頂点の順番にぐるっと一周して、それを分子、分母、分子、分母と当てはめていくイメージかな。じゃあ、さっき見せてくれた漫画の問題に当てはめてみよう。B から始めて半時計回りに一周すればいいんだよね。本当はどこから始めてもいいんだけど、B からで大丈夫だよ。頂点分点を分子分母と当てはめていくと、こんな式になった。そうそう、合ってるよ。それで計算してみて。2対3になった。正解だよ。やったね、霊夢ちゃん。これだけ？そうだよ。定理を知ってれば簡単でしょ。そこそこ良いとこの私立だと中学生でやったりもする内容だし。中学生の問題か。ただ逆に言うと、千葉の定理を忘れてるとどうにもならないかもね。めいこちゃん、頑張れ。何かすぐ終わっちゃったから青茶から類題でも出そうかな。同じようなレベルの問題なら霊夢も自信あるよ。じゃあこれを解いてみよう。図が書いてないんですが。こういう時は自分で書くんだよ。うげえ。図を自分で書かないといけない問題は多いから頑張ってね。書けました。バッチリだね。あとはまた千葉の定理に当てはめてごらん。こうなった。いいね。つまり BG 対 GC は8対1ってことだね。8と1を足すと9。だから BC 対 GC は9対1だよね。じゃあ GC は BC の9分の1か。そういうこと。なんかできた。簡単だった。これで千葉の定理の基本的な問題は大丈夫だね。余裕があったらメネラウスの定理や手毛が三角形の外にあるような問題もやってみてね。立花ちゃん、今日はありがとう。どういたしまして。お礼に霊夢の持ってるプリズンスクールを全巻貸してあげるよ。わーい、ありがとう。どんな話か全然知らないけど。それじゃあみんな、バイバイキーン。バイバイだよ。好きな漫画の布教頑張るよ。